タイトルをこの2人で今日は争ってチャンピオンを決めるという試合なんですけども、はいはい、本田選手の初のタイトル挑戦ということになりますね、はい、2人ともそうですね、はい、若いし勢いがあるからいい試合になると思います、はいはい、それでは早速第1試合ご覧いただきましょう。日本初の5大タイトルマッチ、まずは日本ジュニアフライ級王座決定戦。赤コーナーから白いトランクス赤いラインの村松隆二、そして青コーナーから黄色いトランクス黒いラインの本田であります。第1ラウンド試合が始まりました。10回戦、解説はおなじみボクシング評論家の城小泉さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。楽しみな日本フライ級ジュニアフライ級の王座決定戦ですね、これは好カードですね。はい、どんなところが見どころになりますか。村松選手はですね、はい、非常にパンチがありますね、最近あの8試合で7勝1敗で 6KO してますね、ハードパンチャーです、はい、一方あの本田選手の方はですね、元インターハイ10位からですねプロ転向しました。非常に筋のいいシャープなサウスポーですね、はい、スピードあります。今のところ本田がですね交代しながらうまくコンビネーションを打ってますね、はい、この辺りはさすがこうまいなという部分も見せています本田です。少しロープに背にしてこう追い込まれるシーンも見られるんですけれども、下がりながらでもパンチを出していきます。画面左側、白いトランクス、そして赤いラインが入っているのが日本ジュニアフライ級4位の石川ジム村松隆二。だから本田選手としてはですね、やはりあのリーチがありますからね、はい、その村松選手の出鼻を叩いては動くと、コンビネーションで打っては動くという戦法がいいでしょうね、はい。足止めて打っちゃうとですね、やはり村松選手の方がパンチありますね。ああそうですね、はい、連打が来ますからね、そのあたり足でかわしながらというところでしょうか、はい、さあそしてその黄色いトランクス本田選手とは宮崎であの高校が全く同じなんですけれども、前タイトルを持っていた戸高選手が現在あの会場の方にね、応援に来てるんですが、本来はこの本田選手、それから戸高選手、はい、宮崎同郷対決になるんではないかというね、最初の発表はあったんですけれども、そうですね、はい、あの試合前戸高選手と会ったんですけどね、ちょっと手を見せてくれまして、ここがちょっと剥離骨折したんだということでですね、はい、だからまあそのゆっくり直してですね、それからカムバックするようにって激励したんですけどね、はい、右手を痛めました戸高、そして王座を返上しました。空位となった日本ジュニアフライ級王座決定戦、赤コーナーは村松隆二、白いトランクス、そして本田秀信、両者が争っています。今いいボディ入りましたよ、はい、本田選手の、まあ、村松選手、おっといいパンチ入った、パンチ入りましたね、コーナーに詰められる本田、村松重いパンチを出していく、コーナーに詰めていく、青コーナー、まだまだ俺は大丈夫というそんなポーズを見せました黄色いトランクス、青コーナーの本田であります。自らのコーナーにちょっと詰められてピンチを迎えました。第4ラウンドもほとんど時間がありません。今第4ラウンド終了です。日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦、いよいよラストラウンド第10ラウンドです。赤コーナー村松隆二、白いトランクス、そして黄色いトランクスの本田、最終ラウンドまで城小泉さん、はい、2人の戦いはもつれ込みました。そうですね、まあボクサータイプと、はい、ファイタータイプですね、まあ、お互い持ち味発揮して一進一退の、コンファイトを続けてますね、はい、いやこれはもう2人ともこのラウンドが勝負を握っているというのがよく分かっている、そんな感じの戦い方ですね。そうですね、まあ、両陣営ともですね、はい、もうこのラウンドが勝負だっていうので両選手を送り出した感じですね、日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦残り1分を切っています。どちらが勝っても初のタイトルということになります。白いトランクスの村松は2度目のジュニアフライ級のタイトルマッチ、そして初の挑戦で本田がベルトを取ることができるかどうか、激しい打ち合いになっています。残り30を切りました。ほとんど残り時間はありません。パンチを出していきます村松、そしてそれに応えます本田、
そしてボディを打ち返すのが本田、ダブルトリプルと持っていきます。ここで今試合終了のゴングが鳴りました。日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦は判定に持ち込まれました。勝者日本ジュニアフライ級新チャンピオン本田秀信。新チャンピオン本田がコールされました。グリーンスタジアム本田秀信、日本ジュニアフライ級新チャンピオン誕生です。村松隆二を判定で下しました。ということで本田選手が初めてのチャンピオンに輝きました、はいうんはい、どうでしたか今試合見てらして。そうですね、本田選手の方がやっぱりクリーンヒットが多かったんでしょうね。あ、そうですか。一進一退の試合だったんですけども、やっぱり本田選手の方が正確にナックルで当ててたっていうのがあったんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、本当に第一試合から本当に熱戦が繰り広げられて、そうです、面白い試合ですね。面白いですよね、はい、続いて